時のミノル。時のミノルは、日本の競争馬である。10戦10勝、うちレコード優勝7回という成績で、クラシック2冠を制したが、東京優秀、日本ダービーの競争17日後に、破傷風で休止、幻の馬と称された。戦後中央競馬で10走以上した馬で、唯一全勝を記録している。主戦騎手は、岩下ひそかせい。1984年、 検証場に選出。デビュー当初は、パーフェクト、パーフェクト。以下同様に記述の名称で出走していた。1948年、北海道三石郡三石町、現、日高郡新日高町の本霧牧場に生まれる。父セフとは、当時のリーディングサイヤー、母の第二タイランツクイーンは、小祝農場の基礎輸入品場の一頭タインツクイーンの娘。 第六子であった。陽名、血統名は、パーフェクト。当時本霧牧場には七頭の繁殖品馬が、つなぎようされていたが、当年誕生したのは、本馬のみであった。このため、千葉県から遊び相手として、同霊のお馬が買われ、同馬と共に幼駒時代を過ごした。生産者である笠木、正彦の階層によれば、生まれた時から大きく、たくましい子であったが、 当時、セフトは、日本では非主流であった、短距離向きの種ボバと見られており、また、ケ視の成績もかんばしくなく、すぐに買い手はつかなかった。しかし東京から訪れた、調教師、田中和一郎は後無黒の発達ぶりに惚れ込み、大英社長、長田正一に購入を進めた。当初長田は渋っていたが、笠木からも説得を受けて、購買、自身の所有馬とした。 売却額は100万円という効果であった。しかし長田は本場に刺して思い入れを見せず競争年齢の3歳を迎えても競争名を付けなかった。これを受けて笠木が田中に相談し、やむなく決闘名パーフェクトのまま競争登録が行われた。1950年7月、函館競馬場に移動して、 初戦を迎えたが、競争二日前の発馬練習で気性の悪い部分を見せ、また前、姉ガーリングも発馬に、何のある馬だったため、一旦は出馬登録を拒否された。当時の有力馬種であった、栗林雄二の口利きで出走が認められるも、評価は一番人気から大きく離された二番人気、三頭立て、だった。発走直前には再び暴れて、騎手の岩下を振り落としたが、 レースが始まると素直なスタートを見せ、先頭に立つ。道中でそのまま束を引き離すと、ゴールでは2着マッター本に8番審査をつけて勝ち。勝ちタイム48秒1は芝800メートルの日本レコード上がり3ハロン35秒0は当時としては驚異的な走破タイムであった。当日の晩に田中が長田へ勝利報告の電話をかけると、 長田はパーフェクトを買ったことを忘れており、なんだそれはと問い返したという。しかし数日後に田中厩舎を訪れた際には、田中と挨拶に来ていた笠木を前に、君たちのおかげでダービーが取れるんだよと上機嫌であった。また長田はこの場でパーフェクトの競争名を時の実に変えることを決定。この名前には、競馬にかけた時が実る時が来たという意味とされ、また、 時のについては長田が尊敬していた菊池博が使用した冠名の尺用でダービーを意識する期待はのみに使用するものだった。以降、時のミノルは連勝を続ける。2戦目のオープン戦を解消した後、3戦目の札幌ステークスでは、ここまで3戦3勝のトラック王に10馬身以上の大差をつけ、レコードタイムで優勝。初めて関東に移動しての4。 5000メモレコードタイムで優勝し、関東の3歳王者決定戦、朝日坂月3歳ステークスを迎える。ここで、もばばでの競争を初経験するが、全く問題とせず、2着1世、1世に4馬審査をつけて優勝。6連勝で3歳王者となった。翌1951年、4歳初戦は、中山競馬場の選抜ハンディキャップに出走。 これまでの近量から一気に7キログラムの増量となる5 9ラム、また、かねて不安のあった膝の状態も憂慮されていたが、スタートから競りかけてきたトラックオンを逆に競り潰す、形で逃げ切り、一斉に3馬進半差、レコードタイムで優勝した。自走のオープン戦では、地元、東京競馬場で、初出走。初めての左回りコースへの不安視も覆し、2馬進差で、 8連勝を遂げた。5月13日にクラシック初戦、サツキ賞を控え、連勝を続ける時のミノルの活躍は、日頃競馬に興味を抱いていない一般にも伝えられ、迎えた当日には、単勝支持率73.3%という、圧倒的な一番人気に押された。時のミノルは、例の通りスタートから逃げると、従来のレースレコードを一挙に6秒1短縮する、2分3秒。 レという芝は2000メートルの日本レコードで優勝した。キサは2馬身であったが、ゴール前では、安城の岩下が後ろを振り向くほどの余裕があった。岩下、長田は、これが、初めてのクラシック制覇、田中は雲畑、セントライトに次ぐ勝利で、小形東吉、東原玉作りに並び、当時最多のサ月キ賞3勝目となった。しかし、競争翌日、 中山競馬場から帰球した時のミノルは歩行以上を来たし、さらに25日には右前足に列ずめを生じた。31日は東京優春に向けての最終調教を行ったが、岩下は足の状態を思いっぱかり、最後の600メートルだけを通常通りに走らせるという軽い調教で済ませた。これを受後には時ミノルの状態を不安視する見解が、 各マスコミから伝えられた。さらにこの翌日、右前足をかわい続けたことで左前足の腱が腫れ、旧社関係者層での治療が行われた。長田は出れば一番人気になることは分かっているのだから、ファンに迷惑はかけられないと出走自体も示唆していたが、競争前日から状態の良化が見られ、さらに当日朝には、両前足とも全く不安のない状態となった。 これで正式に出走が決定したが、調教過程の不順もあり、田中は調教手帳に、実に、不安と記るし、長田は、今年のダービーは、開催日が6月3日でこれを足すと9、時のミノルの枠順が9、足の故障で、9、レースでも苦になりそうだと漏らしていた。レースに臨んでは、ひめと蹄鉄との間にフェルトを挟み込み、負担を軽減するという措置が取られた。 当日の東京競馬場には7万人を超える観客が集い、競争史上初めて内馬場が観戦用に解放された。記者の大島照久によれば、この時初めて競馬新聞の印刷に当社版ではなく、臨転機が使用され、すり上がったそばから売れていったという。不調が伝えられていた時のミノルは、サツキ賞よりも評価を落としたが、それでも、支持率50%を超える。 圧倒的一番人気に押された。レースが始まると、時のミノルは、デビュー以来初めて先頭を切らず、道中八から九番手を進んだ。しかし、交渉面から行き足をつけて先行勢をかわしていくと、そのままゴールまで先頭で押し切り、一斉に一馬身余りの差で優勝。1943年の栗藤以来史上二頭目となる、無敗でのクラシック二冠を達成した。 友情タイムはそのくり富士が記録した、レースレコードを0.3秒短縮するものであった。岩下は道中で控えた理由について、足が心配なければ楽に逃げ切る自信はあった。けど、この時は、足が持たないかもしれない、故障してしまうかもしれない、そう思うと怖くていけなかったと語っている。競争直後、外旋する時のミノルに対して観客が殺到し、拉致が破損。 口取り撮影、記念撮影は、馬場内に流れ込んだ観客に囲まれた中で行われた。秋には、セントライト以来史上二頭目のクラシック三冠は、確実と見られ、長田は記者に対し、三冠が達成された場合、史上初のアメリカ遠征を行うことを発表した。競争後の数日間、時のミノルは、調教を休んでいたが、 16日午後になって目が赤くなっているのが見つかり、血膜炎が疑われて治療が行われた。翌日には、歩み様がぎこちなく目の充血が悪化、さらに瞬膜の突出も見られたため、強心剤という液が投与された。夕方には症状がさらに悪化、ここで破傷風が疑われ、長田と言わしたが東京競馬場診療所、小平分室へ赴いて、 結成を受け取り、気球後に、ペニシリン等と共に投与された。18日には、身体各部の硬直が見られ、夕方には接触、光、オン異ー状に敏感に反応するという破傷風、特有の症状が現れる。休務員の草刈りの音で、全身硬直を起こすに至り、医師と休務員以外、一切の接触が禁止、また陽光を避けるため馬房もはめ板で締め切られたが、 翌十九日には症状が収まり、食欲に若干の回復が見られた。翌二十日には人参、青草を食べる程度に回復し、正午には獣医師、松葉茂雄、石進むの診察で、急変への注意は必要であるものの、解放へ向かうとの予測が立てられた。しかし、同日午後になって妖怪が、急変、十八日に起こしたものと同様の全身硬直を二度、 三度と繰り返した。暇薬の干渉が行われたが病状は悪化の一図をたどり、塩化障害のため人経剤の投与も不可能となった。午後6時40分には全身痙攣を起こして倒れ、それからおよそ4時間後の午後10時34分、時のミノルは破傷風に伴う排血症で死亡した。最後の様子を見取った、競馬記者の橋本久春は、これが、 あのダービー馬鹿と目を疑いたくなるような寂しい姿だったと回想している。当日、岩下は所用で外出していたが、容体の急変を知らされて気球、時のミノルは岩下に、どうした、どうしたと声をかけられた直後に目を閉じ、死亡したという。時のミノルの治療に投じられた薬剤費は、ダービーの一着賞金に匹敵する額であったとされる。 破傷風菌は5月25日に生じた。列ずめで侵入したとも見られたが、担当獣医の柴田直也は、当該幹部に、菌の侵食はそれほど見られなかったとしている。時のミノルの病状は詳細に記録され、後に、破傷風の研究進歩に貢献した。時のミノルの死は、一般紙にも取り上げられ、読売新聞は、社会面のトップで報じた。 こうした中で作家の吉野信子が毎日新聞に寄せて、初出走以来10戦10勝、目指すダービーに勝って忽然と死んでいったが、あれはダービーに勝つために生まれてきた幻の馬だという追悼文を発表し、以降この幻の馬が時のミノルの二つ目として定着した。旧車で葬儀が行われた後、死体は東京競馬場所有墓地に運ばれ、 第四大日本ダービー優勝後に調教中の骨折で死亡したガブアナー、ガバナーの隣に埋葬された。現在はガバナータと共に東京競馬情勢門前の馬霊凍に改装されている。長田はその死を痛み、1955年に映画、幻の馬を制作、文部省選定映画となった。さらに、彫像の制作も発案され、日本寺大仏等を手掛けた。 物資、八柳教授に制作が依頼された。しかし八柳は動物彫刻は専門外であったため、完成品の石像は不評だった。このため、同作は田中和一郎の長男、和夫が引き取り、馬をはじめとする動物彫刻の大一人者、三井隆義に改めて依頼。三井の手によるブロンズ像は1966年に完成し、 同年十二月七日に、東京競馬場パドック脇に設置され、除幕式が行われた。その後、時の実ノル像は、ファンの間で、東京競馬場の待ち合わせ場所としても定着している。こうした、長田の行動に対し競馬評論家の遠山明は、時の実ノルの死が、病後の無理遣いが招いた悲運だとした上で、周囲の人間の欲が、名馬を抹殺したのだ。そこまでするくらいの名馬なら、 なぜダービー出走を断念しなかったのだろうと批判した。毎年2月の明けン三歳による重症競争共同通信杯は、その名を冠し、時の実る記念の副賞が付けられている。中央競馬史上、重症名に馬名が冠されたものは他にセントライト、新山、西遊、雲畑、カブトヤマ、玉椿、春栄のみである。1984年には、 中央競馬において記録的、文化的に顕著な貢献があった馬を後世に伝えるという趣旨の検証馬性が発足し、同年行われた第1回選考で検証馬に選出された。起乗した岩下ヒソカ製は文句なく速く強かった。すごいバネとスピード、スタミナが共存していたと評している。 レースを共にした騎手からも絶賛されており、桁違いの強さで競馬にならなかった。とにかく強かった。素晴らしかったと思う、酒井翔太郎。何しろ強かった。時のミノルが一番強かった。あんな馬見たことない、浅見国一、先頭に行こうかなと思うのだが、いつも時のミノルが前へ。調子が悪かったダービーでも、第二コーナーからはあっさり。 能力が違ったのだ、安田隆義といった表が寄せられている。これに加え先見は、生きていれば五感は楽に取れたとも述べ、日本競馬史上の最強馬候補に名を挙げている。検証馬テンポイント等を生産した吉田牧場の吉田茂雄も、あの馬が最強でしょうと表している。一般に逃げ馬と認識されており、2004年に日本中央競馬会の機関し、 優秀が行った、個性派ホースベスト10という企画において、1950年代1970年代の逃げ馬部門の指揮者投票で、第1位に選ばた。しかし、橋本国春は、自ら1位に票を投じながら、何が何でも逃げるタイプではないし、特に逃げ馬という印象もないと評し、時のミノルに投票しなかった。福田菊夫は、スピードのぜ能力が違うがゆえに、 ただ単に先に行っただけと考えていると述べた。岩下の階層では、出っ歯、スタートの良い馬と比較すれば、むしろ遅い方であったが、二カ歩目から、あっという間に、スピードに乗り、先頭に立つ馬であったという。また、ゴール前3ハロン、約600メートルあたりにかかると、自分から動き始めたので、私は、ほとんど無知を使わなかったとも語っている。 体高約160センチメートル。当時は体重の発表はなかったが、田中が綴っていた調教手帳に、佐つき賞出走時が445キログラムと記されている。関係者の間では総じて見栄えの良い馬ではなかったと評されており、岩下は馬賞はあまり良い方ではなかった。長田は初見の印象として、素人が見るとあまり気量が良くない。 大して走る馬じゃないと思ったが、ただなんとなく生還であると述べている。当時田中級者の見習い機種であった、野平義雄は、上勢があるけど、細く見えたのは、セフトサン区の特徴としている。時のミノルの最大の弱点として知られた膝痛は、特に4歳以降状態化しており、岩下は、そのレースで終わるかもしれないと、4歳になってからはいつも、 一発勝負みたいな気持ちだったと回想し、また一度でいいから四本足で走らせたかった。いつも悪い膝をかばって三本足で走って、七回もレコードで勝っているのだから、四本足で走ったら、どのくらい走るものかと、脚部不安を惜しんだ。さらに野平によれば入球当初から、左前足にも、列ひずめの症状を抱え続けており、稽古でも追い切ったことは一度もなく、 7分以上稽古はやらせてもらえなかったという。時のミノルの登場当時、国営競馬は地方競馬の公共に押され、ダービーの開催すら不透明という経営不振の中にあった。こうした状況下で一般の地獄も集める存在となった時のミノルは、まず国営競馬にとっての救世主であった。また、ダービー当日に訪れた7万人余りの観客には、 一目でいいから、時のミノルの霊ースを見たいというファンが多かった。橋本国春とれ、作家の岩川隆はこれを、単なるギャンブルではない。それまで競馬に無関心だった人たちも、天が与えたもた、この一頭の馬の無心で懸命な失踪を目の当たりに、するために、競馬場に足を運び始めたと評した。競馬評論家の大川慶次郎は、第三コーナーで時のミノルが上がっていったとき、 監修がわーっと開いた。みんな時のミノルを応援してるんだなと思ったと解雇し、当時ファンが一頭を応援するという現象の得意性を指摘、また前述のファンに囲まれての記念撮影とも合わせ、戦後の競馬はファンの競馬になったと感じたと述べた。岩川は時のミノルをダービー中高の祖であり、第一次競馬ブームの主人公としている。のクロスとなっているザ・テトラクは、 伝説的な草案を多数残す機体の快速場であり、当時の日本では規格外の時のミノルのスピードはこのインブリードによるところが大きいとされた。この34というインブリードによって血糖内に発生する18.75%という血量は奇跡の血量と呼ばれ、近親繁殖の弊害を避け、当該祖先の長所のみを伝える血量として、 当時イギリスで絶大な人気を誇った配合理論だった。セフトと第二タイランツクイーンの配合は、笠木が考案したとされることも多いが、実際には笠木に本気り牧場を譲渡した下神戸孫ゴの考案にいるものであった。時のミノルの成功により 18.、18.75%理論が日本の競馬界で広く支持されるようになった、日本で広まったのは、 ブランドフォードの3、4を持つ小玉が発端であるという説もある。血統研究家のリュウユジロは、血統構成の面から、時のミノルのスピードは完璧と言っていい。無事なら、セントライト以来の三冠はもちろん、セントライト以上の種ボバとなったであろう。旧姓は、馬三会にとっていたかったと述べている。祖母、タイランツクイーンは2000ギリー優勝馬セントルイスの、名にあたり、 父には、大守護は、ファラリスを持つ、屈身の名地であった。その子孫からは、時のミノルの他にも数々の活躍場が出ており、競争馬としては大成しなかった、伊豆ただ、ダーリングといった、時のミノルの姉も、繁殖馬として優れた成績を残した。ダーリングの彦には八大競争を参照した、グリーングラスがおり、守護馬となった、グリーングラスを通じて、ダーリングの地が、 日本の多くのサラブレッドに伝えられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。